はい、こんにちは。夏林です。初心者のためのギター講座。今回取り上げるテーマは、弦が死んでるってどういうこと?というテーマで喋っていきたいと思います。このギターのね、弦の、コンディションをこう表現する言い方として、その弦が死んでるっていう言い方をするんですけれども、これ結論から言うとですね、まあ分かりやすく言うと、新品の状態から、まあ、古くなって状態のことを弦が死んでると言います。そうですね。まあ見た目で分かりやすく言うと、その例えば錆びついてしまってるのかね、こう黒ずんでるとか、そういう状態になったらやっぱ弦が死んでることになるだろうし、まあ見た目で錆びてなかったとしても、新品時の状態、音の状態から比べて、やっぱそれが変化してる、具体的に言うとですね、まあ一番わかりやすいところで言うと、やっぱ高音が出なくなる状態になります。弦が死ぬとね。で、それをですね、実際このギターでちょっと検証してみましょう。今ね、このギターに貼ってる弦が、まあそうですね、だいたい半年かそれ以上はもう経っちゃってます。で、それの音とあと新品に貼り替えて、どのような音の違いがあるかっていうのを実際に音で比べてみましょう。はい、まずは古い状態で、一回弾いてみましょう。こんな感じになります。はい、これを新しく弦を張り替えて、やってみます。変える弦はもちろん、一緒の弦です。はい、実際に弦交換が終わりました。見た目的にもね、やっぱ綺麗ですね。前の弦も錆びてたわけじゃないんだけれども、やっぱ新品と比べちゃうとね、やっぱきらびやか見た目的にもきらびやか。じゃあ実際に音を出してみましょう。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、そんな感じで聴き比べてみました。いかがだったでしょうか。やっぱね、聴いてみるとすごく差がわかるんじゃないかなと思います。一番大きなところで言うと、そのやっぱり高音の出方、きらびやかさが ある新品の方はあるんだけど、古くなってくるとそこら辺がね、だんだん高音が出なくなって、こう丸い音というか、あんまりこうモコモコした歯切れのあんまり良くない音になってしまいます。こういうのって、なんていうのかな、ギターを始めたばっかりの頃って、特にそんなにこう頻繁に弦交換することがなかったりとかして、この音の変化っていうものになかなかこう気づきにくかったりするんですね。なんつうのかな、例えば自然と髪が伸びるとか、自然といつの間にか爪が伸びてるとか、もうそんぐらいのこう徐々に徐々にこう少しずつ変わっていくような変化なので、その今
自分の弦の状態がね、どういう状態なのかっていうのになかなか気がつきにくい。でも経験を経て新品と古い弦っていうものをこう、頻繁にこうその差を感じるようになると、あ、この弦もし死んじゃったなっていうのがね、だんだんこう経験で分かってくると思うので、まあ、それに最初の頃は分からなかったとしてもね、まあ、この動画のそのビフォーアフターをお聞き比べてみて、あ、結構違うんだなっていうのを、体感していただければいいんじゃないかなと思います。その上でその自分のギターで、まあ、試しに、ちょっとなんだろう、錆びてなかったとしても試しにちょっと一回弦交換やってみて、その新品の時とね、どういうふうな違いがあるのかっていうのを自分のギターで、やってみるとすごく分かりやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ試してみてください。今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。ではさようなら。